僕は今北海道の牧場に来ているんだ。今日はこの牧場で働く乗り物紹介していくよ。まずはこれ、トラクター。僕の仲間トラビスに似ているけど、あれれ、前に何かついているね。一体何に使うのかな。実は牛が寝るのに使う干し草をこんな風に運ぶためなんだ。なんだかフォークみたいだね。そしてもう一つ、後ろについているこれ、覗いてみると鉄の刃がたくさんついているぞ。これは畑を耕す道具なんだ。このようにぐるぐる刃を回転させて、凸凹の土をこんなに細かく平らにしていくんだ。すごいだろう。そしてなんといっても牧場には牛がたくさん。ここで牛の乳搾りを見てみよう。準備はいいかい。こうやって人間の手で搾ると、ほら、どんどん牛乳が出てくるよ。真っ白。今度はもっと面白い乗り物見つけたよ。おーい、ここだよ、ここ。トラクターの後ろに客車をつけてあるんだ。面白いよね。カントリーバスって言うんだって。乗り心地はいいかいって。もちろんさ。今度トラビスでやってみようかな。さあ、お話が始まるよ。やあみんな、おはよう。僕は今北海道の牧場に来ているんだ。今日はこの牧場で働く乗り物紹介していくよ。まずはこれ、トラクター。僕の仲間トラビスに似ている。このようにぐるぐる刃を回転させて、凸凹の土をこんなに細かく平らにしていくんだ。すごいだろう。そしてなんといっても牧場には牛がたくさん。ここで牛の乳搾りを見て。そしてもう一つ、後ろについているこれ、覗いてみると鉄の刃がたくさんついているぞ。これは畑を耕す道具なんだ。行ってみよう。準備はいいかい。こうやって人間の手で絞ると、ほら、どんどん牛乳が出てくるよ。真っ白。今度はもってるけど、あれれ、前に何かついているね。一体何に使うのかな。実は牛が寝るのに使う干し草をこんな風に運ぶためなんだ。なんだかフォークみたいだね。